かなり密ですよね。やばい状況になってますが、一切マスクもしておりません。彼はですね、32年間、こうしたお人形ばかりをもう5万回以上作ってるんですよ。大声で、まさびくんよう頑張ったなって自分で自分のことを褒めながら、毎日この人形を作り続けるんです。大胆で生めかしいこちらの女性は、あれ、僕と一緒にパソコンで仕事中に見てた、断蜜のいかがわしい写真です、ね。なんでチェリーさん刺繍するのって言ったら、お母さんに見てほしいからって言ってました。南砺市の福光美術館には、自閉症や知的障害のある作家38人による型破りな作品の数々が紹介されています。彼らの独創的な作品は、海外から出展依頼が相次ぐなど、美術館やアート市場の注目も集めています。描いてる方が打ち込んでいかれる、その心の弾んでいく過程がなんか絵に現れてるような気がして、とてもなんか繊細で、彼女たちのその心からの思いが作品に現れてるような感動で胸がいっぱいです。実はこれらの作品すべて一つの福祉施設から生まれているんです。滋賀県甲賀市にある山並工房。チューリップテレビは4年前、富山県内で障害者の芸術活動を支援する米田正則さんと一緒に山並工房を訪れました。ここでは利用者のほとんどが好きな創作活動をしながら思い思いの時間を過ごします。井上さんはですね、今もうすぐ74歳になられるんですけども、うん、山並工房自体はもう20年近くなるんですけども、本当にそれまではこういう絵を描けるなんて僕たちも全然知らなくて、はい、本当に70歳からいきなりこう意欲がこう湧き出た、まさしくアールブルットですね。山並工房には当時は83人、現在は89人の利用者がいて、多くの人に重度の知的障害があります。目、鼻、口っていうように穴をゆっくりと開けていくんですけども、一つ目、鼻、口の顔が終わると、またその下に目、鼻、口で、またその下に目、鼻、口ということで、本当に一つの作品にも何十人もの顔をこう彼は表現しているんですね。吉川秀明さんは作業ペースがとてもゆっくりで、他の人と同じように内職作業をこなすことができなかったそうです。その方にどんだけこう内職を教えることが、彼にとって楽しいことなのかなということで、当時支援員だった施設長の山下の方が、もっと彼のペースで好きなことをできることがあるんじゃないかということでスタートしたのが創作活動だったんですけども、山並工房は一見アート集団のように見られますが、利用者もスタッフもアートに取り組んでいる意識はないといいます。スタッフとかも全然アート系のスタッフとか美術のものは一人もいないので、ね、実際スタッフも何が良くて何が悪いのか分からないですけど、その人がいかに楽しんでいい表情でそれの活動に向かわれているかどうかっていう部分での基準になっているので、どうしたらみんなが幸せに自分らしく過ごせるか、スタッフが利用者と向き合い一人一人の楽しいを見つけてきた結果が今の山並工房でした。今回福光美術館には山並工房を象徴するある作品が展示されています。全部で、はい、608持ってきてます美術館に運び込まれた大量の袋面、一つ一つに日付もつけられています。高井さんと出会って25年ぐらい経つんですけどね、出会った時からもうこう札幌一番醤油味を
朝出勤した時からずっとこうやって持ってるんですね。で、僕たちはなぜそれがをするかもわからないし、全くもって僕にとっては無意味やし、ラーメンは食べるもんやし。酒井美穂子さんは朝から夜寝る直前まで札幌一番醤油味を離しません。一日一袋、味噌でも塩でもなく醤油味だけを持ち続け、その数は9000個を超えました。施設長の山下雅人さんは酒井さんから大切なことを教わったといいます。なぜあなたは人の目ばかり気にして自分の大好きを大好きと言わないのとかね、なぜあなたはそんな人と一緒になることを安心して自分の道を行かないのとか、あなたもありのままのあなたでいいじゃないかってなんか言われてる気がしますよね。そしてもう一つ、強烈な大好きが込められた作品が。タイトル変わったらいいのになと思いますけど、そうしたらなんか僕が振られたみたいになってしまうんでね。それはそれで複雑。複雑ですよ。これがなんかひろしさんとかなってしまうとね。無数の仏仏に覆われた奇妙な像。タイトルはすべて雅人さんです。釜江和美さんが片思いする施設長の山下雅人さんを思って一体一体作りました。人に気持ちを伝えることが苦手な釜江さんは、山下さんが声をかけてくれるのを楽しみに日々雅人さんを作り続けています。なんか障害者だからすごいとか障害者なのにすごいとかそういうのではなくて、なんか一人の人としてこの人だって決めた大好きな人にこうして心底惚れ込む姿とか、そういう心の内をなんか憧れの存在として僕は見ていきたいなと思うんですけどね。福光美術館では今、そんな個性豊かな山並工房の作家たちのたくさんの作品と出会うことができます。湧き上がる衝動から生まれた作品たちが、私もあなたもありのままでいいんだよと語りかけてくれます。